将棋会館。将棋会館は、日本将棋連盟の本部のある建物。同様の施設を持つ関西将棋会館。2015年に、連盟所有となり、2018年まで使用されていた、北海道将棋会館についても紹介する。東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目にあり、四近に鳩森やわた神社がある、千駄ヶ谷駅から徒歩6分。また、福都新線、北山道駅からも近い、 徒歩八分。1976年に建設。当初は8階建てにする予定だったが、建築規制のため5階建てとなった。騎士及び女流騎士の公式戦の多くとタイトル戦の一部は、将棋会館の対局室で指される。奨励会の対局も行われる。また、2009年3月まで存在した女流育成会の対局も行われた。対局室は、 和室で座布団に座る形で対局を行う。対局室には特別対局室、高尾の間、希望の間、雲閣の間、比哀の間、銀座の,の間、桂の間、幸運の間があるが2014年時点で桂の間は事実上の関係者控室として使われている。また上京した棋士のための宿泊室、椅子で対局する洋室の研修室もあり、 一般の人が参加できる、将棋道場など将棋教室も開かれている。以前は、空き部屋があれば自由に騎士の研究会や練習将棋などで使用することができたが、2013年8月より禁止された。建設にあたり、吉永さゆりが多額の寄付をした。県持松次の人脈から三菱電機も多額の寄付をしており、会館の高尾の間の名称は、 当時同社が販売していたテレビのブランドである、高尾にキするという説がある。このほか、将棋界の大旦那として知られる七条健造、詰将棋作家、秋葉原ラジオ会館創業者も、建設中の代替施設の連帯保証人を務めるなど、大きな尽力をしている。東京将棋会館と書かれることが多いが、誤りである。観戦記者の田辺忠之は、 将棋世界の連載エッセイで、東京将棋会館という建物はないと指摘し、東京将棋会館と書くことを推奨した。開設当初は地下に、レストラン、歩夢が存在したが、会館の場所が、文京地区指定を受けているため一般向けの営業ができず、関係者用の食堂としての営業を強いられたことなどが原因で997年に閉店。以後は、 将棋世界等の編集を行う出版部の事務室となったが2009年に日本将棋連盟が出版業務を毎日コミュニケーションズ、現、マイナビに移管したため撤退し2011年にスタジオに改装された。開館から40年が経過し耐震性の問題が表面化するなど老朽化が目立ち始めたことから2015年7月から9月 2016年3月から5月の2期に分けて全館休館し耐震工事を実施した。2013年12月現在、大阪府大阪市福島区にあり、JR 福島駅から徒歩3分、1981年に建設。東京の将棋会館と同様、対局室が設けられており、関西所属の騎士の対局はここで行われることが多い。 対局室には、みなせの間、近畿の間、不要の間、御下段の間、御上段の間がある。特に5階は、江戸城本丸で、五条将棋等の公式行事に使用された、御黒書院を模した作りとな、いる。このほか対局には使用しない和室、お入り側の間、多目的ルームがある。東京都同様、将棋道場、将棋教室なども設けられている。4階には、 将棋博物館が併設されていたが、2006年10月に閉館となった。2015年1月現在、関西将棋会館の4階にある博物館で、日本将棋連盟が保有している将棋関連の資料を展示していた。中将棋、大将棋などの日本の古将棋、対局将棋は展示されていないを復元した番ごマや世界の将棋類、 チャトランガシャンチーなど、木村義雄14世名人の家族から寄贈された将棋盤などが展示されていた。1981年には、名人三夜の一つである大橋家に残された古文書が寄贈れている。2006年10月31日にスペース不足を理由として閉鎖され、所蔵品は大阪商業大学アミューズメント産業研究所に移管された。 遺憾後は所蔵品の一部が同研究所内に常設展示されているほか、将棋に関する特別展示も不定期ながら開催している。関西将棋会館の御上段の間には四の体の掛け軸が掛けられている。これは、名人が実力性となって以降の永世名人四名の書で、老子の第25章から引用されている。ただし、 永世名人は原則として引退後に重ねくらいする称号であるため、記号者の谷川康二が現役騎士である同胞自然の掛け軸は谷川が対局者もしくは立ち会い人の時には外される。東京、大阪とも現在の将棋会館の建設以前に使われていた施設について述べる。また、一連の経緯から最終的に日本将棋連盟の所有となった。 北海道将棋会館についてもここで述べる。東京では、かつては、東中の日本部を構えていた。1961年に、現在の将棋会館の敷地に移転。2階建ての建物を構え、対局場として使用していた。当時は1階に特別対局室、道場、事務室、熟成部屋があり、2階が、大広間、小部屋という造りだった。当時の仙長谷は、 都内でも有数の連れ込み旅館えだったため、カップルが間違って建物に入ってくることもあったという。大阪では天皇寺から安倍の筋をバスで10分ほど下った北畑に関西本部があった。元旅館だった建物を買い取ったもので2階建て。1階が事務室、宿直室、2階が和室で、主に2階を対局場として使用した。 すでに建物は取り壊され、2012年現在は駐車場となっている。北海道札幌市に所在していた。最寄り駅は札幌市営地下鉄東西線の西11丁目駅、または南北線のすすきの駅。もともとは北海道将棋連盟の所有する建物だったが、2015年に同連盟が解散したことに伴い、日本将棋連盟に寄贈された。 そういった経緯もあり、東京、大阪の会館と異なり公式戦の対局に使用されるとはなく、道内のアマチュア将棋ファン向けの道場、棋戦の会場を等として使われていた。しかし、築50年と老朽化が進行していたこともあり、2018年秋に、西11丁目駅により近い近隣のオフィスビルに移転した。野月博記によれば、2018年中に、 取り壊しが予定されていいるという。東京、大阪ともに建物の建設から35年以上が経過し、老朽化が問題になっていることから、2018年6月に開かれた将棋連盟の定期総会にて、今後の方向性を決めるための委員会として、会館建設準委員会を設置することを決議した。委員長には、羽生義晴が就任したほか、森内俊之、 中村大治、久保利明らも委員として名を連ねている。現在地での建て替えのほか、移転や賃貸への移行なども検討される。また、愛知県在住、2018年現在の藤井聡太の活躍を受け、愛知県知事の大村秀明や名古屋市長の河村、高志をはじめとする名古屋の政財界の一部において、名古屋に将棋会館をという話も持ち上がっている。 ただ現在東海地区には東海普及連合会としてマンションの一室に事務所を構えている程度の施設しかないこともあり、連名では具体的な検討は行っていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。